ローズキングダムは日本の競争場。主な勝ち倉は2009年の朝日杯、フューチュリティステークス、2010年のジャパンカップ、サンデーレーシングのクラブ場。場名の意味はバラの王国。作曲家の平尾正明が一口橋となっている。一口橋クラブ法人であるサンデーレーシングの所有場で200万円40口の総額8000万円で募集された。 1>, 1歳9月時の馬体重は 431kg だった。10月末にノーザンファームへ移動し、初期順地から乗り運動へと順調に調教を消化していった。2009年4月に産千葉体検査を受け、8月末から9月頭にかけて山本トレーニングセンターからグリーンウッドトレーニングへ移動。9月11日に入級し、すぐにゲート試験を合格。 一族は調教であまり良いタイムが出ないが、この馬もラスト1ハロン13秒後半から14秒、かかっていた。10月25日のデビュー戦では、浅草田園とスイフトカレントの弟、ビクトワールピサに次ぐ2番人気で出走。道中は4番手を進むと、4コーナー入り口で内を突き直線入り口で先頭に立つと、 そのまま外から追い込んできたビクトワールピサを4分の3場審査で抑え初勝利を挙げた。次戦は京都にサイステークスを予定していたが東京スポーツ杯イにサイステークスに出走した。好意でレースを運ぶと直線は後方から末え足を伸ばした当選ファントムとの接戦を頭差で制し重賞初挑戦で勝利した。これは バラ一族にとって2年半ぶりの重傷価値となった。当初は自走として、ラジオニックイ杯2歳ステークスを予定していたものの、アサヒ杯フューチュリティステークスへ出走を予定していた、同級者のリディルが骨折により出走不可能となっていたため、代わりに出走することとなった。レースは、バトルシュリーマンが逃げ、ローズキングダムは、コースタートから中断で束を見ながら、レースを進めた。 そして4コーナーから徐々に進出し進出し、直線に入って、ババの真ん中を割るようにして抜け出すと、シ進アポロンの追走を一番進半を抑えて、重傷2勝目、J プニー初勝利を挙げた。これは、バラ一族にとっても34回目の挑戦で、初の GI 勝利となった。明けて3歳の初戦は2010年3月21日のスプリングステークスに、 単勝1.4倍の一番人気で出走。集団でレースを進めたが、最後の直線で前が開かない展開となり、残り100メートルで、馬場の内側から差を詰めるも三着に敗れた。陣営は、レース後には、中山競馬場の荒れた馬場を考慮して、さつき賞を回避して、東京優春に直行することも視野に入れる発言を、していたが、3月25日に、 当初の予定通りサツキ賞に向かうことが発表された。サツキ賞では、弥生賞の優勝馬ビクトワ・ールピサに次ぐ2番人気で出走。直線では、内から抜け出したビクトワ・ールピサを、馬場の真ん中から追い上げたが、大外から猛追いしたヒルノダムールらに刺され4着に、敗れた。東京優春では、小牧太志が、前週に騎乗停止処分となり、後藤博木に乗り換わることとなった。 また、5月25日には、在庫が見つかったものの大事には至らず、出走することになった。迎えた5月30日の、第77回東京優勝では、中断追走から直線で先に抜け出したものの、上がり32秒7の、5足でバ群ンを割ってきた衛進フラッシュに交わされ2着に、敗れた。2010年ジャパンカップ優勝時秋初戦は、神戸新聞杯に出走し、 安城は、竹豊が務めることになった。レースは、東京優秀に優勝場シンフラッシュに、首差で勝利した。続く10月24日の菊花賞では、エーシンフラッシュが出走を回避したことや、ビクトワー・ルピサが出走しなかったこともあり、断然の一番人気で出走した。しかし、中断待機から直線で鋭く伸びたものの、ビッグウィークの二着に敗れた。喫下賞の後、 人営は、有馬記念を最大目標にし、その前にジャパンカップに出走することになった。レースでは、最後の直線走路で、ブエナビスタの車高のために進路を塞がれるフリから、立て直し、先頭で、ゴールインしたブエナビスタには及ばなかったものの、先行していたビクトワ・アルピサを、ゴール手前でかわして2位で入選した。しかしレース後の審議で、ブエナビスタが、走行妨害によって、 公着となったため、繰り上がりで一着となった。その後、陣営は2010年最大の目標としていた、有馬記念への出走を表明し、12月23日に出馬投票を行ったが、翌日の12月24日になり、戦通のために出走を取り消した。2011年京都大賞典に明けて4歳の初戦は2011年1月16日の、 日系新春海に一番人気で出走。レースでは、中段馬群の内々を進むも重半でが影響して三着に、敗れ、同期のルーラーシップ、ヒルノダムールに先着を許してしまった。この敗戦からドバイ遠征を断念、春は国内に専念することになった。4月2日の日系賞では、中段から、早めに進出するもトゥザグローリーの三着。続く、天皇賞、春では、 京都記念、日経賞と、重賞連勝中のトゥザグローリーに次ぐ2番人気に、押されたが、直線で全く伸びず、昼のダムールの11着と大敗し、デビュー以来初めて掲示板を外す結果となった。6月26日の宝塚記念では新たに、クレイグ・ウィリアムズ騎手とのコンビで出走し、レースでは、後位の4番手から進むものの、直線で伸びず4着に終わった。 夏の休養明け初戦となった10月9日の京都大賞展では、前年の東京優秀以来となる後藤博樹が起場。逃げる猫パンチを最後の直線で捉えて先頭に立つとそのまま引き離し、追走するビートブラックなどを抑えて1着となり、前年のジャパンカップ以来の勝利となった。10月30日の天皇賞では、高位追走も直線で伸びず10着と大敗した。 連覇がかかった11月27日のジャパンカップでは、中断に待機したが直線で伸びをかき9着に敗れた。12月25日の有馬記念では、イオリッツ・メンディザバルが、ルーラーシップに起乗するため、後藤博樹とコンビを組んだが、オルフェーブルの12着と大敗した。明けて5歳の初戦は2012年4月1日の大阪杯。中断から追い上げるも4着に敗れた。 4月29日の天皇賞、春では終始後方のまま15着に敗れ、6月3日の安田記念では1年ぶりに竹豊騎手とのコンビで出走したが見せ場なく13着に終わった。夏の休養明け初戦となった10月8日の京都大賞展では、佐月賞以来小牧太志騎手とコンビを組んで出走したが6着に終わった。ジャパンカップ16着。 有馬記念12着と共に大敗した。3月の大阪杯から指導し12着。続く、新潟大将展11着という成績を受けて、現役続行を断念したが引退後の調整が難航。1ヶ月後の6月5日に、ようやく競争場登録が抹消され、正式に引退した。引退後は、日高町のブリーダーズスタリオンステーションで、種ボ場となる。 日高町のブリーダーズスタリオンステーションで種ボバとしてつなぎようされていたが2018年に頭を強く打つ事故に見舞われこの影響で麻痺が残ったため同年限りで種ボバを引退以降は道町に所在するベルサイユファームで功労馬としてつなぎようされる2019年9月15日同牧場で つなぎ用されていた本馬の縦紙が,が何者かに切られていたのが急務員に発見された。同じ牧場でつなぎ用されていた待機シャトルも同じ被害を受けており、警察は器物損壊として捜査している。2020年3月27日、北海道警門別署は待機シャトルの縦紙の一部を切り取ったとして器物損壊の疑いで、 埼玉県川口市に住む無職の55歳の女を逮捕した。地方重症優勝場編集ありがとうございます。